僕は今偉いです。偉い偉いって。今日月曜日一限あるのに起きてる。あーもうこれはね、小屋のるチャンネル本気でね、卒業するつもりだから今日起きてるんです。はい、いやーマジでね、もう朝起きるの辛いけど頑張ってよ。俺、皆さん褒めて、俺のこと褒めてください。はい、今日もですね、私はね本気で、卒業がしたいので、月曜日の朝、ここ重要ですよ。朝から、まあ、行ってるわけですよね。はい。うん、朝から真面目に大学に行く。ね、大学生としてね、当たり前のことをね、実行しているわけでございます。いやーね、頑張らんといけませんね、大学。あー、これが、中央大の坂ですよ、坂。これ中山の旧坂よりも全然あるだろ、これ。中山競馬の旧坂よりむちゃくちゃ重い。いや、なんでこんなのをね、朝早くから登らんといかんだ。もう登山じゃねえか、登山。このね、この坂が、天下のマーチの坂ですか。しかもこれは月曜日の一限からやっているわけですよ。いや、ほんまきつい。いや、これ単位取れるかな、取れるかな、橋。あ、ようやくや。ようやく着いたよ。ああ、もう、疲れたっぴ。足が痛いっぴ。300円の、お得なチーズランチがあるので、それを食したいかなっていう考えています。はい、というわけでこれがね、300円のフボレンセットということでね、いやフボレンの皆様万歳ということで食っていこうかなというふうに思いやらせ、今日はちゃんと綺麗な方の中央を取りましたよね。食っていこうかなっていうふうに思います。いただきます。結構ね、ポテトもね、10時半だから、ね、揚げたてでうまいね。これもね、今日バーガー結構ね、肉厚で、これハンバーガーと、ね、いろいろ挟まってるのか、何バーガーかな。300円のボリュームじゃないっすね。マジでうまい。月曜の朝1限はやっぱりきついっぴ。きついですね、月曜の朝1限というものはね、えやはり厳しいですよ。厳しいって、月曜の朝起きるの辛いって。はいね、まあね、授業を受けたらね、そそくさ帰宅と行きたいところなんですけども、また本日もね、あのちょっとやぼよがありましてですね、ちょっと今からね、埼玉県の、まあ僕のね、もう一人のおばあちゃん家の方に向かいたいかなっていうふうに思います。僕24歳なんですけども、一応まだね、おばあちゃんね、両方とも生きてるんですよ。いやー、幸せなもんですね。はい、というわけで行こうかなっていうふうに思いや。あー、おばあちゃん家に来てるんですけどね、幼少期の僕。見てくださいよ、幼少期の僕。こんな可愛い、こんなに可愛い。これサスケパークに行った時ですね。あ、これ昔の僕だ。あー可愛いですね。いやー、これね、寺田心くんくらい可愛いですね。それで赤ちゃんの心の僕、
あー、かわいいですね。かわいいね。赤ちゃんの時の僕、ほら、小屋のユージ24歳、こんなかわいいんですよ。あー、こんなね、似顔絵とかも描いて。で、これが四五三の時の格好ですか。いやー、マジでかわいいっすね。かわいい、かわいい、ほんとかわいいですね。こんな風になっちゃったんですかね。あー、どこで育て方間違えたんだ。人生どこで謝ったんだ。あー、ほら見てください、昔僕が描いた池があります。10年前ですね。池や、ずっと飾られてます。これクレヨンしんちゃんの舞台になった佐藤ここのか堂ですからね、のモデルっす。今年で閉店。潰れる一歩前というところだけあって、あやな、キャンドゥとかできた。懐かしいのよ、俺ここのねゲーセンで幼少期すっげー遊んでた。マジで懐かしい。すごいぞ、マリオアーケードグランプリ2があるよ。俺昔ねやってた、ほんと昔よくやってた。あとワンニャンスタジアム、うわ夏、ちょっとやりますわ。まずはあまり力を入れずにやっていく感じかな。いきなりアウトになっちゃった。弱めにこうやってね打ち出すのは重要なんですよ。こういう、何文字か文字、こんくらいで打ち出して、あ、ルーレットです。アウトがよ、やばい、もう無理じゃん。あと1点で景品ですよ、あと1点。ボール2球であと1点、いけるべ。ホームラン、いや、そっちじゃん。あー、やべ、ホームラン、ホームラン、よしよし。ちょっとホームラン狙います。スリーベース狙います。スリーベースを狙います。あ、やべ、過ぎた。 あ、そっちじゃない。あ、もう無理じゃねえか、この野郎。無理だろ、こんなの無理に決まってんだろうよ。こんなに5点取るとはさ、こんなにワンニャンスタジアムドラゴンズじゃねえか、取れるわけねえだろ。写真を撮ります。怖いじゃねえかよ、もうふざけんなよ。庭にパニックなんかもね、昔よくやりましたよ、ほんと。ストレス解消のためにやってやりますよ。ほいや、俺これで本日の3位か。佐藤ここのか堂レジ袋エコバッグ、これね、クレヨンしんちゃんの聖地なんですよ、この佐藤ここのか堂って。そう、ちょっと500円かけて奮発して絶対取りに行きます。まず、ね、ほらほら、1位もバッチバッチ、ギリギリ、アームが、あとアームが、いけるいけるいけるやん、これほら、そりゃそうだよ。あー、砂糖のここの角
よくやりましたよ、ほんと。もう俺の大人の力。しゃあ、大人の力だ、これが大人の力だ。しゃあ、しゃあ、しゃあ、気持ちいい。シックスバックやってました。ラストだ、決めるぞ。あれ、あれ、待って、最後だけ。なんやねん。嘘だろ。こんな大人が力入れてやってんのに。あ、299とか。いや、八百長だろ、八百長。ふざけてるわ。アリビラ発信スタジオ。こんなのあるんですね。うわ、佐藤九日堂のやつだよ。こう、やっぱ、あるよ。ここは。ね、佐藤九日堂。よかったな、ここ。あ、すごいな、お絵かけ塗り絵コーナーとかもある。わ、白とかもいいんじゃん。かわいいな、白。お、白。わあ、すごい。わ、埼玉県のモニュメントとかもあります、ね。